後半はですね、パナソニックの、さんの開発の方に、いろいろお話をこの2人から聞いていこうと思っております、はい。じゃあちょっと早速お呼びしましょうか、パナソニック株式会社の、高橋さん、加藤さん、聞こえますでしょうか。高橋です。よろしくお願いいたします。お願いします。2画面に出ちゃってますね。はい、あ、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。そして加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。改めて、お二人のちょっと担当をお聞かせください。まず加藤さんからお願いします。はい、私ですね、パナソニックでイメージング部門で、商品企画を担当します。ありがとうございます。高橋さんはいかがですか。はい、イメージングの商品設計の開発部門にいまして、今回の S5 の開発リーダーさせていただきました。はい、ありがとうございます。加藤さんが、商品企画されている方ですね。で、高橋さんが、開発リーダーというところで、実際2人が S5 をやられたっていう話なんですけれども、本日は大阪から参加されているってことなんですよね。はい、大阪で参加させていただいてます。はい、ありがとうございます。皆さん、質問がどんどん来てはいるんですけれども、皆さんぜひ質問どんどんどしどしいただければなというふうに思っております。直接開発の方にお聞きできる機会ってなかなかないと思いますので、ぜひ、コメントいただければなというふうに思うんですけれども、後半のトピック、主に3つに分けております。1つ目が小型軽量化と性能両立、2つ目がオートフォーカス、3つ目が注目の L マウントレンズについてっていうことで、どんどんお聞きしていきたいなというふうに思っております。じゃあちょっと小型化の件について岸田さんから。はい、そうですね、なんか今回 S5 が S1 のシリーズと同じセンサー、同じ系統のセンサー使ってエンジンも同じようなものを載せてるということをお聞きしたんですが、でもここまで小さくなってるので、どの機能を残してどの機能を諦めたのか、その、コンセプトは何なのかっていう、ちょっとその辺をちょっとぜひお聞きしたいなというふうに思ってます。そうですね、まずそのコンセプトの部分からお答えさせていただくとですね、昨年発売した S1 シリーズ3モデルについては、プロの写真家や映像制作の方々に向けたカメラになっておりまして、すべての面において妥協せずに開発したカメラになります。一方で今回の S5 につきましては、アマチュアからプロの方々までより多くの皆さんにですね、ご使用いただきたいと、そういうカメラを目指して開発しまして、まずは小型軽量化というものを実現することから検討をスタートしました。またその単に小型軽量化するだけではなくてですね、 S1 シリーズの高性能な部分をいかにバランスよく搭載するかということを考えながら開発の方を進めていきました。その中でやっぱりカメラの基本性能であったり、静止画の性能っていうところにこだわるっていうのはもちろんなんですけども、昨今増えている個人動画配信であったり、小規模な映像制作っていうところのニーズにしっかりと応えるべくですね、動画性能っていうところにもしっかりとこだわりながら、静止画、動画、その両面において高い性能を実現するハイブリッドフルサイズミラーレスとして提供したいというふうに考えたのが今回の S5 になっています。で、設計メンバーがですね、いくつもの課題を解決してくれたおかげで、コンセプト通りのカメラに仕上がったかなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。実際高橋さん、開発されたと思うんですけども、いかがでしたか。はい、実際ですね、S1H を開発したことで、センサーはですね、S1 と同じもの、エンジンも S1H と同じものを使ってるんですけども、S1H のようにですね、422.10bit、4K60p を無制限で記録できるような、ところまでいくとですね、半導体のやはり熱処理や、高負荷で動くことによって、電力が上がることによって、熱飽和が非常に厳しくなるということで、イメージセンサーや画像処理のエンジン
および、まあ、高速連射時の、まあ、モーターの発熱とかをいかに、熱拡散していくかっていうことが小型化への、まあ、キーポイントとなりますということで、小型化する上で、まあ、キーデバイスとなっている、バッテリーや、ファインダーのサイズや、まあ、メカ、フォーカルプレッシャーおよび、まあ、ボディ内テーブル機構について中身をですね、改めて、まあ、一から開発をし直すということを行うことで、まず小型化なサイズに入るキーデバイスの開発を実現することができたということと、あとはその S1S1H を経験したことによって極限までその電力のパワーマネジメントを効率よくできるっていうところをですね、改めて見直すことによって低消費電力が実現できたことによって、このサイズで 4K60P30分まで記録することが可能となりました。なるほど、ありがとうございます。照山さん、軽量化について軽さとかどうですか、ご感想。そうですね、やっぱり熱問題っていうのは一つ キーになってると思うんですけれども、うん、あれだけ小さい中でフルサイズで、しかも4K の 10bit60p が取れるっていうこと自体が結構すごいことだなって思っているのに、うん、まあ、30分のね、今回制限っていうのが4K60p10bit に関しては、30分の制限とはつけてはいますけれども、別にそれ30分止まったからってすぐに回せたりもするので、まあ、多分おそらく、まあ、今までのパナソニックさんの熱に対しての考え方からすると相当バッファーを見てるのかななんていう印象もあったんですが、そのあたりはどうなのかなっていう感じがしますが、はい、この辺、その点に関しましては我々が一番重要だと考えているポイントはですね、やっぱり 4K60p10bit 撮影なのができるという、まあ、スペックもそうなんですけども、やはり映像制作の現場においては安心して撮影していただくことが最も重要かなというふうに考えておりまして、まあ、時間制限を設けてもですね、まあ、撮りたいときに確実に撮れるカメラというものを目指して開発しております。なるほど、ありがとうございます。照山さん、ちなみに35度の酷暑の中で実践投入されてたらしいですけど、そうですね、この前ちょうど S5 借りてずっと撮ってましたけど、もう密閉空間で40度近くあったんですかね。でずっと 4K60p10bit で撮ってて全く何ともなかったですね、うん、まあそれは、まあ、GH の頃からもう確実なる安心感があったので、うんうん、まあ、僕の中では割と当たり前だったんですけれども、ただ冷静に考えると小さい中でのフルサイズで、しかも 4K60p10bit っていうので全くトラブルがなかったことっていうのはやっぱすげえなとは思いますけど、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。岸田さん、いかがですか。そうですね、30分で一応制限があるってことなんですけど、またすぐ劣行したらすぐ始められるっていう、その30分回したらなんか冷やさないといけないとかそういうのは全くないっていうのは、まあなんかそこも制限はあるけど全然こう連続使用していけるっていうので安心感ありますよね、うんうんうん、ありがとうございます。まあ、そういった形でかなりこう苦労されながらいろいろ開発されたのかなというふうに思うんですけれども、続いてのちょっとテーマに行きたいと思います。はい、次のテーマですね、オートフォーカスですね。はい、こちら、照山さんから聞いて、岸田さんですね、失礼しました、はい、岸田さんからちょっと聞いていただきましょうか。そうですね、まあ、AF については、まあ、僕はGH シリーズ長く使ってたんですけど、正直そんなにもうバチバチ決まるっていう印象はなくて、かなり苦労しながらこう使ってたんですね、正直なところ。ただ今回S5 をお借りしてまあ、かなりついてくるようになったなっていうのがちょっと実感値であるんですけど、で、まあ、なんかそれいろいろなんかご苦労があったのかなと思うんですけど、なんかこうディープラーニングを使った、まあ、このなんて言うんですかね、覚えさせていくようなそういうこともやってるって書いてあったんですけど、その辺はこれ具体的に何をされたんですか。
そうですね、そのルミックスが AF にディープラーニング技術を初めて搭載したのが、マイクロフォーサーズの G9 になります。G9 では、ディープラーニングを用いて人体認識というものに対応させていただいて、まあ、昨年発売した S1 シリーズでは新たに動物認識に対応しております。このディープラーニング技術をどういうふうに用いているかということですけども、まあ、具体的に言いますと、何万枚ものですね、画像データをあらかじめ読み込ませて、データベース化したものをカメラ内の画像処理エンジンの中に搭載しております。で、撮影時に画像を認識して認識するというような仕組みになっております。で、従来の顔に瞳認識に加えてですね、このディープラーニング技術による、まあ、人体認識に対応するということで、まあ、人を捉える精度というものは、向上させているというところになります。で、今回の S5 ではさらにディープラーニングを用いた、頭部認識というものに対応したことによってですね、まあ、追従性の向上や、顔瞳検出力の向上、補足力の向上というふうに、まあ、人を捉える精度というものが格段に進化しておりますので、そこはですね、ぜひ皆さんご体感いただければなというふうに考えております。うんうん、なるほど、ありがとうございます。結構照山さんもオートフォーカス使われたって話ですけど、はい、使いました。まあ、多分ちょっとこの後作例かなんかも上がるとは思うんですけども、結構ジンバルにつけて、でしかもハイスピード、ちょっとしたハイスピードでぐるぐるうちの娘の周り回ったんですけど、うんうんうん、ちょっと娘を取ってモデル用意できなかったんで、そしたらやっぱり後ろ回った時に頭部になるじゃないですか、うんうん、そこの頭部のところが四角く囲まれてちゃんとトラッキングしてるんですよね、うんうんうん、それでそこから離れていくと今度は全身をトラッキングし始めるんですよ。それでまた横に真横になって目が見えてくると今度瞳オートフォーカスになって瞳にトラッキングして、でぐるーって回ってまた頭部になると頭部のところにトラッキングするみたいな、なんかそういうちょっと近未来的な感じがありましたね、やってて。しかも、うん、ちゃんと吸い付いてくるし、なんかかなり進化してるなっていう印象はありました。はいはい、これ作例出ますかね。作例は出るかな。作例は記事の方かな、記事の方ですかね。は、失礼しました。そうですね、ブックの方で照山さん記事展開されてて、僕もその動画見たんですけど、かなりこう追従してたなって印象はありますね。はい、あ、これですね。はい、そうですね、これ左ワイヤレスでちょっと撮ってるんですけども、これ見ると多分分かりやすいと思います。おお。で、こっからぐるって後ろに回り込むんですけど、なんかあれですね、ドローンのアクティブトラックっぽい感じがあるんですよね。うんうんうん、なるほどなるほど。そう、それずっと人物追ってるんですよね。追ってますね、これは。だから認識してるんですよ、完全にこの子が人間だよっていうのを多分カメラが認識してやってますよね。うんうん、なるほど。以前だとね、こう目が見えなく、目の瞳の部分が隠れるとパッてやっぱちょっと外れちゃったりとかあったんですけど、かなりしっかりついてくるようになったんですね、これね。で、だんだんこうやって後ろに回り込むにつれて頭部にトラックするんですよ今度。で、手前にテーブルが出てくるんですけれども、テーブルに今まではピントが合っちゃったりしたんですけども、うんうん、ずっと人間をこうフォーカスし続けるんですよね。うんうんうん、なるほどなるほど、これはいいですね、確かに。で、ここら辺がちょっとおおってこうゾクッとしました。うん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 、今までルミックスシリーズ使い続けてきた自分としては割とゾクッときたところです。うん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 、高橋さん結構やっぱりオートフォーカスについてはかなり意識されながら開発された形なんでしょうか。そうですね、やはり S1 シリーズ開発段階でも結構 AF に対する指摘が多かったので、まあ、今回そこをなんとかしたいという思いから、まあ、今回このような形で、まあ、十分お使いできるようなレベルまで進化することができたんじゃないかなと感じています。うんうん、でもやっぱり
僕も周りで結構フィードバック、そういうフィードバックは聞いたりとかしてたので、うんうん、かなり改善されてるなっていう印象で、すごくいいなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。今そうだ、コメントにもあったんですけども、はい、今回あのハイスピードでも AF は引くっていうのは一つポイントですよね。あ、うんうんうん、多分皆さんあの多分話に出てなかったので。あ、なるほどなるほど。今までって GH ってあのハイスピードした途端に例えばバリアムフレームフレートとかにした途端に AF が効かなかったりとかもしたんですけども、うんうん、今回 S5 では全部効き、あのいわゆる、スロー&クイックっていうモードなんですけども、あのハイスピードで効くようになってますね。なるほど。今 あの作例もあのそのハイスピードでやった作例です。うん、なるほど。通常のスピードではなくて。はい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 、なるほど。でも本当にいろんなシーンで使えるっていう印象ですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次の話題に移っていきましょうか。はい、はい、L マウントレンズについて結構ここ皆さんいろいろ気になるところかなというふうに思っておりますけれども、まず照山さんからじゃあご質問いただきましょうか。あ、はい、L マウント、 L マウントですね。そうですね、やっぱり L マウントなんかあの僕の中だとここ数ヶ月で結構いろんなカメラ使ってたんです。実は使ってて、それでオートフォーカスもいろいろこう試したりする中で、その L マウントっていうか L マウント全般の話じゃないんですけども、パナソニックルミックスの純正の例えば 50mmF1.4 とか結構大きい玉 の明るいレンズ使うと大体ね、他メーカーだと結構動きが鈍かったりとか、その動画の時に使う時にオートフォーカス使うとあんまりいい動きしなかったりするんですけども、なんかルミックスの F、 あの 50mmF1.4 ってかなり滑らかにスーって動くんですよね。なのでなんか多分そういう動画をかなり意識した設計してるのかなっていう印象があったんですけど、そのあたりもちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。はい、いかがでしょうか。そうですね、まあ、我々のレンズ開発の思想としましては、マイクロフォーサーズについては、まあ、性能と、コンパクト性の両立というところを、まあ、重視して、いたんですけども、一方フルサイズでは、求められる性能が、まあ、高くなるということもありまして、まあ、基本的には、性能を、優先して、開発を、進めております。でまあ、その中でもルミックスとしましては、まあ、静止画性能というところと、強みである、動画性能を高い次元で、両立するレンズを開発していきたいというふうに考えておりまして、今、おっしゃっていただいたような、まあ、50mmF1.4 のレンズですね。でこちら特に S シリーズの性能の高さや、まあ、システム全体の、基準レンズとなるべくですね、まあ、徹底的に、性能にこだわったレンズというふうになっておりますので、まあ、AF につきましてもですね、まあ、最高レベルのものをお届けできているというふうに考えております。なるほど、ありがとうございます。岸田さん、いかがですか。そうですね、あの今日もなんか新しい今後のラインナップ単焦点も出るよっていうのは話が出てたんで、ちょっとすごい興味持ってるんですけど、今回あの S5 すごいボディちっちゃいの であの大口径のレンズがいっぱいあっても、あのむしろこうコンパクトなレンズって出るのかなっていうの、特に単焦点で、その辺は今後出てくるそのレンズの大きさってサイズ感ってどんなもんなのかなっていうのを。そうですね、これまではあの今話にあった 50mmF1.4 や、まあ、その性能をしっかり引き継いだ2470の F28 とか7200の F28 ですね、まあ、そういった、まあ、高性能なレンズというものをしっかり開発してきたんですけども、まあ、今回ですね、キットレンズであります、まあ、2060mmF3.5-6 っていうレンズもそうなんですけども、しっかりと描写性能にこだわりながら、まあ、性能とサイズのバランスを重視したレンズとなっております。で今回ですね、ロードマップに加えさせていただいた 70-300mm であるとか単焦点 F1.8 の4本のレンズについては S5 を中心としたシステムをしっかりと構成するレンズとしてですね、まあ、性能とサイズを重視しながら現在開発を進めています。で 70-300mm につきましては、まあ、今回2060でまあ我々市場に驚きを与えられたというふうに考えているんですけども、まあ、さらに驚きを与えるような魅力あるレンズに仕上げていきたいと
というふうに考えておりますので、期待していただければなというふうに考えています。また、単焦点4本ですね、 24mm、35mm、50mm、85mm につきましてはサイズ的にはですね、20、60mm よりも小さめのサイズになります。でしかもこの4本ですね、同一サイズまた同一操作性というところを実現したいというふうに考えながら設計を進めていますので、こちらにつきましても期待していただければなというふうに考えています。なるほど、ありがとうございます。ちっちゃくて明るいレンズは嬉しいですね。ですね、嬉しいですね、やっぱあの S5 のあの小ささで考えるとすげえ期待しちゃいますよね、はい、ありがとうございます。テーマさん、他に何かご質問ありますか。あ、僕ですか、はい、そうですね、あとこれあれシネライク D をさっき使ってたんですけども、ちょっとレンズとは離れるんですけど、シネライク D って S1H からシネライク D2 になったじゃないですか。 あれ色ってで、あれあのすごく会長が良くてあの気に入ってるんですけども、具体的にどういうとこがこうチューニングを変えたのかなっていうのもし聞けるんだったら聞きたかったんですけど、シネライク D2V2 につきましてはその2になったことでよりそのバリカムですね、そちらのルックに合わせるという絵作り思想で開発したものになってます。なるほどなるほど、結構かなり気に入って使ってます最近、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。ちょっと話戻しちゃいますけれども、エルマントレンズについての開発についてちょっともう少しお伺いしたいなというふうに思うんですけど、高橋さんいかがですか。そうですね、今、角の方から話ありましたように、光学性能にこだわりながらボケ感を生かすレンズっていうのを目指して、最初のレンズシリーズを開発してきたんですけども、単焦点シリーズですね、軽くて性能の良いレンズをこれから出していきますので、S5 と組み合わせでお使いいただけるようなレンズが出てきますので、まず楽しんで使っていただけるようなレンズ群になっていると感じています。なるほど、ありがとうございます。岸田さんはエルマウント使って。そうですね、何回か触れてるんですけど、結局エルマウントってアライアンスで他2社からもレンズが出るっていうの で例えば24から105みたいな、標準のズームレンズってもう1社からも出たりとかもしてると思うんですけど、そう選択肢の中で、例えばルミックスのレンズはこういうとこ特に気をつけて作ってるとか、この辺を特徴にしてるよみたいなのがあれば教えていただきたいなと。そうですね、今おっしゃっていただいたように、L マウントっていうのはですね、3社でアライアンス組んでるということもありますけども、3社3用の、それぞれ異なった特徴を持ったレンズっていうものが、展開できる、非常に魅力のある、マウントシステムかなというふうに考えておりまして、その中におきましてもルミックスとしましては、先ほども、申し上げましたが、静止画性能 と動画性能というところを高い次元で、両立したレンズというものを開発していきたいなというふうに考えております。でその動画性能というところにつきましては、ブリージングであったり、撮影時の動作音で、ズーム時のトラッキング性能や増揺れというところに特にこだわりながら開発をしています。また操作面につきましても何回か話題に上がってますけども、フォーカスリングの回転角度をですね、変更できる仕様等というものを採用しておりですね、実仕様という面においても映像クリエイターの皆さんにご好評いただいているんじゃないかなというふうに考えておりますので、今後もですね、ユーザー視点に沿ったレンズ開発というものを進めていきたいなというふうに考えております。なるほど、ありがとうございます。かなりエルマウントには期待できそうですよね。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろお聞きできたので我々からの質問は以上になるんですけども、ちょっとユーザーから質問来ているので少し拾おうかなというふうに思っております。その前に先ほどあったラットの登録の数、ありがとうございます。そうだそうだ、それちょっとお聞きさせてください。カメラ内には4つ登録することが可能になってます。4つですね、ありがとうございます、
あとはですね、まあ、SD カードに入れといていただくと、まあ、そこから読み出せるっていうものになっておりますので、まあ、4つが足りないっていう方は SD カードにですね、まあ、ラップデータ入れといていただければいいかな。ちょっと手間にはなりますけど、ワンステップ多くなっちゃうんですけども、まあ、カードに入れといていただけるといいかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。4種類でしたね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと拾っていきたいと思うんですけれども、 S5 の液晶のバックライトの明るさは S1H のレベルまでいくんでしょうかねっていう質問なんですけども、今回その液晶どうでした？なんか結構見やすかったと思います。見やすかったですか？テイラさんいかがでした？見やすかったですけど、ちゃんと S1H と比較してなかったので、実際にあの技術の方で聞いてみたいところですね。うんうん、こちらはあのお話できたりできますか？実際あの野外での視認性を上げるために、まあ、S1H と同等クラスに あのバックライトの輝度を上げれる仕様になってますので、まあ、十分、うんうん、あの差異なく使っていただける仕様になっております。なるほど、ありがとうございます。あとですね、これちょっと質問があれなのか分からない、拡大フォーカスが外部モニターに反映されますか、オフにしたいですっていう話なんですけれども、こちらあ、それあれですよね、外部モニターにも拡大フォーカスが反映されちゃうのが嫌だってことだと思うんですよね。あ、なるほどなるほどなるほど。これはオフにできるのかな。これは、これまで通りの仕様になりますので、うんうん、はい、現状ではできない。はいはいはい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問に行きたいと思います。ですね、S5 はローパスフィルタレスという認識で正しいでしょうかっていう質問なんですけれども、はい、ご認識の通りローパスフィルタレスの設計になっております、うん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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ質問来ていただいたのでいろいろ読ませていただいたんですけれども、お二人からも何かあったりとかされますか、他に。いや、もうあの大体、はい、僕は聞きました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ質問来てはいたんですけれども、時間にもなってきましたので、ちょっと最後の締めに入っていきたいなというふうに思っております。最後にですね、加藤さん、高橋さん、あのちょっとユーザーに皆さん見ていただいていますので、ぜひ一言最後にいただければなというふうに思っておるんですけど、まず、高橋さんからお願いいたします。あ、はい、今回の S5 はあの S1 シリーズを開発した、開発陣で、作っていますので、堅牢しい来世も含めてあの、いろんなお客様にあのご安心して使っていただけるような、仕様になっています。でまたデザインはですね、マイクロフォーサーズの原稿、D99 や、を踏襲したようなデザイン、になっていますので、マイクロフォーサーズの仕様のお客様からのステップアップや、あの S5 が出たことによって、S シリーズを、まあ、2台持ちしたいというような、カメラマンさんや、まあ、ビデオグラファーさんたちにもあの使っていただけるような仕様になっていますので、ぜひ一度ですね、手に取っていただいて、今回のこの凝縮された、モデルのを体感していただきたいなと思っています。よろしくお願いします。 ありがとうございます。そして、加藤さんお願いいたします。はい、今回の S5 はですね、マイクロフォーサーズの G9 や GH5 よりも、小さく、まあ、小型になっております。その中に S1 シリーズの、まあ、静止画動画の、高い性能機能というものを、まあ、凝縮した、モデルになっておりますので、ぜひ一度手に取ってですね、そのカメラの性能の高さというものを、体感いただき、まあ、いろいろ撮影いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これ実際発売日はいつですかね？発売日は9月25日になっております。25日ですね。実際触れるのはいつぐらいからなんですか？もうすでにですね、ルミックス銀座東京であるとか、まあ、大阪ですと、あれですね、ルミックス大阪の方で展示はしておりますので、うんうんうん、はい、なるほど、銀座と大阪でも触れるということなので、もしよければ明日からね、そうですね、皆さん触りに行っていただければなというふうに思っております。実際やっぱり結構触ると変わりますよね。はい、ありがとうございます。あの
いコメントありがとうございました。じゃあ、はい、あのお二人にはここで締めていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということですね、まあ、最後締めになるんですけれども、照山さんと岸田さんにいろいろ最後感想等をお伺いして締めたいと思うんですけれども、はい、最後に、岸田さんからいきましょうか。はい、はい、すいません。そうですね、まあ、本当にタフな現場でもちゃんと回り続けてくれるっていうのが一番ルミックスの僕の印象なんですけど、今回これがフルサイズでこんな小さいものが出てきたっていうことで、より絵にこう妥協することがなくなったって、まあ、特に暗いところでも前半のサンプルで見てもらったようなかなりこう表現したいことが出てちゃんと出せるような、まあ、そういう絵が撮れるようになったので、まあ、どんどんまあ現場投入していきたいなというふうに思います。岸田さんさっき2台買うって言ってました、ね、まあ今日は僕リハーサルに大幅に遅れたんで2台買うと宣言しました。2台買うって言ってスタジオに入ってきました、はいはい、買いますって言いながら買いました、はい、ありがとうございます。照山さんいかがですか。そうですね、僕もここ、まあ、ブックで貸していただいてずっと使ってきて、すげえいいなすげえいいなと思ってやっと来たかって思いながら使ってたんですけども、まあやっぱ気になるのは値段もあったんですよ、うんうんうん、それがね結構いい値段でこう来たので、ぶっちゃけ即買いですよね。25万円ですよね確か、うん、なのでまあずっと去年も SIH ずっと使ってきてて、ですごく S シリーズの憧れっていうのはあったんですけれども、うん、やっぱり大きさとかいろんな問題もあっていろいろ考えるところあったんですが、今回割とこうもうボタンを押されてしまったみたいな感じですなるほど、結構皆さん背中を押された方結構多いんじゃないかなというふうに思ってて、コメントでも買いますみたいな人も結構いらっしゃいますね。結構多いと思います実際。なるほど、でもここまで我々も今回5人かな、5、6人に貸したんですけど、はい、ここまでいい意見が来るとは全然思ってなかったので、すごくその本当にいい機材なんだなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間になってきましたので、はい、ここで締めたいなというふうに思っているんですけども、はい、照山さんがですねブックでルミックス S5 のレビュー記事を公開されております。なるほど、はい、結構照山さんかなりの分量で書かれましたよね。かなり魂を込めて書かせていただいや、はい、すんごい分量で多分10分ぐらい僕かけながら見させていただいたんですけども、あれね実は倍あったんですよ、うん、あ倍あったんですね。前半が倍あったんです。はいはいはい、なるほど、いやすごい、なんですかね、思いがこもりすぎて溢れ出る、そう前書きがすごい長くていつ S5 になるんだみたいな感じの前書き、そのところだけ取りました、うん、ありがとうございます。ぜひ読み応えのある記事ですし、うん、まあ、実際のところどんな感じで使えるのかとか、その辺がかなり書かれている記事なので、ぜひご覧になっていただければなというふうに思ってます。これもう公開されてるんですかね。公開はされてますので、ぜひブックの、新着記事のところからぜひご覧になっていただければなというふうに思ってます。あ、チャットでも、リンクありますね。ぜひご覧ください。ということで、長くなりましたが、夜までお付き合いいただき誠にありがとうございました。以上で、ルミックス S5、ビデオグラファーズニューライブ、締めさせていただきたいと思います。最後まで照山さん岸田さんありがとうございました。そして視聴者の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。